ライオンズの先発はチームの連敗ストップをかけて前回ビジターでの勝利があった隅田。立ち上がりは石井さんランナー背負いながらでしたが抑えましたね。そうですね、このあたりはなんかカーブも交えていい感じだなと思ったんですけどね、初回ランナー背負いながらも無失点のスタートになります。しかしゲームは2回に早くも動きます。ランナーを置いて今日はスタメン起用の野村勇。ここはボール先行から入ったところ打たれましたね。そうですね、やはり2ボールからの甘い球を逃さなかったですね。きっちりと捉えた打球がツーランホームラン。今日もホークスがホームランでの先制点になります。一方でホークスの先発は石川修太。このところはランナー背負いながらの投球で悩んでいるというところ、ここはフォアボールでランナー止めてウーデンティンよく打ちましたね。いや素晴らしいスイングですね。逆転のスリーランホームランになりました。お互い一発攻勢というところ、ウーデンティンのホームランでライオンズがこれで一歩前に出ます。3対2。今日は台湾デーということで場内も大盛り上がり、ベンチからもウーイングが響いていました。しかしゲーム5回です。ノーアウトランナー満塁のピンチを隅田が作ります。バッター対柳田、この当たりの処理はいかがでしたか。そうですね、やはり左ピッチャーが取るにはちょっと苦しいところですよね。結果的には記録は内野安打、これでホークスが同点。さらにはこの後柳町のセカンドゴロの間にランナーが帰ってきて、ホークスが一気に逆転に成功します。これで3対4。今日は隅田は結果的には5回を投げて球数は102球というところ、4失点。隅田に関してはいかがでしたか。そうですね、追い込んでからのやはり球がちょっとどうにかできたんじゃないかなと思ったんですよね。ライオンズの方もその裏5回2アウトから、この先牧野のところよくチャンス作りましたよね。そうですね、作ってたんですけどね。石川がここで降板、そして引き継いだのが田浦。期待のかかる有年金でしたが、ここは田浦がよく踏ん張りました。ライオンズあと1本ここは出ませんでした。ゲーム6回です。ここからは継投に入って、ライオンズは2番手の本田圭佑、昨日は非常にいい形で抑えていましたが、ワンアウトランナー3塁1塁、今日2番起用の今宮のセーフティースクイズ。そうですね、ここはグラブトスで来てたらね、またちょっと違ってきたんですけどね。ファースト有年金というところでした。ここはホークスサイドが動いて作戦成功、さらに1点追加、これで5対3。7回からは3番手の佐藤、ここ2アウトまでは行ったんですけれどもね。そうですね、栗原にセンター前、さらにはダイソー周東です。昨日も俊足生かしてホームに帰ってきましたが、この周東がスタート切った結果、この川瀬の当たりがセカンド逆を突かれる形になりました。2塁蹴って3塁から、この後一気にホームまで帰ってきます。記録結果的には3ベースでしたが、この場面いかがですか。そうですね、やはりね、走ったからね、動いてしまったんですけどね。ただ、まあ、飛んだところが良かったですよね。さらに1点追加、そしてここが痛かったですね。記録ワイルドピッチでさらにホームイン。そうですね、ちょっとバッテリーミスがちょっと目立ちますね。これでビハインド広がって7対3です。8回には4番手の青山もマウンドに上がりましたが、ワンアウトランナー3塁1塁、牧原大成がきっちりとここは犠牲フライでさらに1点追加、8対3。そしてここはホークスが点を取ってきます。ここもワイルドピッチ絡み。そして9回も5番手のボーが上がりましたが、ワンアウトランナー3塁1塁から中村明が本当に当たってますよね。いや本当に当たってますね。ちょっと抑えるの大変ですね。タイムリーツーベースでさらに1点を追加したホークスがこれで9点目になりました。まあ、そしてホークスからしても上位ね、バファローズ追撃のためには落とせないというところで、本当にしっかりと勝ってきています。準備整いましたらヒーローインタビューです。放送席、そしてホークスファンの皆様、ヒーローインタビューです。先制のツーランホームラン、野村勇選手にお越しいただきました。ナイスバッティングでした。ありがとうございます。2回の第1打席、ランナーを1人置いての打席でした。どのような意識であのバッターボックスは迎えたんでしょうか。はい、とにかく、思い切って、自分のスイングすることだけを、考えました。
打った瞬間打球が高く上がりました。ご自身の手応えはいかがでしたか。はい、手応え十分で、いったかなっていう、感じでした。今日はスタメンでの出場となりました。このゲームに対してはどのような意識で臨んだんでしょうか。そうですね、自分が起用されてるんで、もう本当に思い切っていくだけだなと、思って、挑みました。野村選手が1軍に復帰して約1ヶ月弱となりますが、体のコンディションなどは大丈夫と見てよろしいんでしょうか。はい、もう腰の方は、万全なので、コンディションは、もう万全です。野村選手のホームランをきっかけに今日はチーム14安打9得点と打線がつながりました。非常にいいきっかけの一打になったんじゃないですか。はい、そういうきっかけになれて、はいはい、よかったなと思います。さあこれでチームは5連勝です。来週はホーム福岡にも帰ります。今日も多くのファンが詰めかけていますので、最後にファンの皆さんにメッセージをお願いします。はい、福岡に帰っても、このまま連勝を続けれるように、頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。ありがとうございました。今日のヒーロー野村勇選手でした。今日はスタメン起用に応えた野村勇です。今シーズンが2年目、何かこうインタビューまだまだ初々しいような、ね、感じでしたけれども。そうですね、うん、やはり、ね、思い切り行こうと思ってたところにね、ツーボールでやっぱりまっすぐ甘いところ行ったら行かれるかなっていう感じしますけどね、うん。まあ、そんな喋り方としてもね、今後勢いを感じるような、まあ、野村の今日はスタメン起用に応えての先制のツーラン、今日はヒーローインタビューも受けてという一日になりました。それでは今日のゲームハイライトで振り返っていきます。